霞ヶ関が官僚の方の情報提供をお待ちしております。はいえ。皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。え今回も動画を見ていただきありがとうございます。はい。え本日、令和3年の11月29日、え日付変わりまして、午前の0時23分でございます。はい。まずですね、冒頭。 はい。今回、朝日新聞の11月20日付のですね、記事の方を紹介させていただきます。まあ、ちょっと前の記事なので、はい、ご存知の方は多いとは思いますけれど、はい。えー、国会議員がですね、まあ、霞が関の官僚と、厚生労働省の方にで,ですね、官僚に挨拶文を依頼していた。 で、まあ、それがですね、1年間に400件あったというのが判明した。そういう記事をですね、朝日新聞が出しております。まあ、ちょっとね、あの、こちらの記事の方をですね、まあ、今画面に出ているものなんですけれど、まあ、こちらの記事へのリンクはですね、概要欄の方に貼っておきます。はい。で、ちょっと記事のね、一部を読み上げさせていただきますと、はい。国会議員の一部が支援団体などの会合に出席する際、挨拶文や 講演資料の作成を厚生労働省の職員に依頼していることが同省の内部調査で分かった。 依頼件数は2019年12月から20年の11月までで少なくとも400件に上る。与党からの依頼が中心だが野党分も数十件あったという数十件ですね。はい。専門家は公務員が一部の政治家のために活動することは法の理念にそぐわないと指摘、働き方改革を担う同省で把握された職員の負担の実態を受け、公務員の業務のあり方が改めて問われそうだという。 ですね。記事になります。まあ、記事はね、あの、そ,それ以外にも結構長くてですね。えー、まだ、まあ結構、朝日新聞のリンク行くとですね。基本的には、ね、この記事については全文読めるのかなと思います。あ、全文は読めないですね。全文は読めないですけれど、まあ結構長い文、えー、を読めます。はい。まあ、これがね、についてはね、あの、この行為については、まあいろんな意見があ,あるでしょうが、まあ個人的にはね、えー、まあ、 やっっててはいいけないなと思っておりますこれはですね、国会議員の方も依頼しちゃいけないと思いますし、官僚の方もですね、やっぱ断るべきではないかなと思います。えー、まあいろんなね、その側面はあると思うんですけれど、まあ記事の中で紹介されてたのがですね、はい、国家公務員法第96条というものがですね、記事の方に紹介されてました。まあそのと記事のね、内容を見てみるとですね、はい、 また読み上げますと、行政法に詳しい、正木博ひろし、え、広永か。はい、すみません。失礼しました。立命館大教授は、こうした依頼について、国家公務員法96条で、公務員は全体の法事者に位置づけられ、個別の政治家の活動を支援することは、その理念に反しているとし、国会議員からの依頼が職員の負担となり、本来の公務に支障をきたしているとすれば、それも問題になると指摘しているということで、 はい、あの、国家公務員法の96条に関するですね、えー、問題提起をね、えー、立命館大学の教授が、まあ、されているわけなんですけれど、はい、まあ他にもですね、国家公務員法でですね、あの、公務員が政治活動を制限されているっていう条文は一応あるんですね。えー、それが あまあ確か102条、1 2条だったかなと思います。まあこれもね、あの、ちょっと詳しく条文を読み上げたりということは、まあしませんが、まあ他の条文でもね、いろいろとあるとは思いますけど、一応ね、国家公務員、まあ国家に限らず地方公務員もそうだと思うんですけれど、はい、一応全体の奉仕者という、 形になりますので、まあ一部の政治家、政治団体、えー、政党にですね、えー、まあ肩入れするのはいかがなものかというのは、まあ当然の感覚なんじゃないかなと思います。まあこれね、税金かかってますからね、えー、まあ官僚のね、働き、えー、まあ労働力といいますか、ちょっと変な言い方ですけれど、はい、というわけで、んちょっとね、いろいろと問題があるんじゃないかなと思っております。 はい。えー、ということで、まあ、これについてはですね、まあ、こおそらくなんですけれど、これ、厚生労働省の方で調査を、ね、あの、河野担当大臣、まあ、河野、河野太郎行政改革担当大臣かな、あの、方でですね、何か、いろいろとね、あの、動きがあってですね、えー、なんか、その、中で、えー、まあ、たまたまね、あの、厚生労働省が、 2019年の、まあ、1年間において、ここうちょっと調査をしてみたら、こういうのが出てきたという話なんですけれど、ということはですね、おそらく、これ厚生労働省だけではないと思うんですよね。他の省庁、官庁もですね、えー、いろいろとやっているんではないかなと思います。で、厚労省1年で400件、えー、ということなので、 まあ、他の省もですね、え、含めると、あるいはですね、ほ、他の都市も含めるとですね、もう相当な数になるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、その辺はね、どうなのかわかりませんが、そうですね。まあ、過去にね、完了されていた方のですね、意見とか、まあ、聞いてみたい気もしますね。あの、例えば、丸山穂高議員とかね、え、ですね。どうなんでしょうね。はい。 まあ、あの、機会があったらね、ちょっと聞いてみようかなとは思っております。はい。えー、ということで、まあ、あの、私の方からね、ちょっと一つ提案をさせていただきたいのは、えー、まあ、こういう依頼を受けたことについてですね、現職の官僚の方々、まあ、現職じゃなくてもいいんですけれど、方々からですね、情報提供をですね、いただければなと思っております。まあ、なかなかね、あの、NHK 党の国会議員に、 ちょっと情報提供するのはどうかなという気持ちの方はねた、ただいると思いますし、まあ基本的にはね、もう無理しなくていいです。えー、なかなかね、あの、うん、情報、なんつう、ある意味ね、内部告発みたいなところになりますので、まあその辺はね、もう、まずご自身の まあ、身分保障をね、第一に考えて行動されるっていうのが、まあ一番だと思いますけど、まあそれでもね、やっぱり情報提供して、したいという方がいればですね、受け入れをしたいと思います。で、まあやり方なんですけれど、まあ当然一番はですね、あの私にメールなり何なり送ってもらうのがまあ一番なんですけれど、まあ別にそこまでは期待しておりません。まあ一番はね、あの、そうなんですけれど、え、ー まあ、それでもね、えー、何らかの形で送りたいという方はですね、まあ、自分の、ね、身元を割,れ割らない方法で、えー、情報提供をしたいという方はですね、えー、私のこちら出ております、えー、浜田聡事務所ファックス番号、えー、こちらになります、えー。こちらの方にですね、ファックスで送ってもらったらと思います。まあ、当然ね、ファックスっていうのは、えー、送り先、 がどこかっていうのは出てしまうんですけれど、まあ最近はね、あの、最近に限らずか、はい、コンビニエンスストアからね、あの、ファックスを送ることができますので、まあそういう形で、はい、送ってもらえればと思います。まあ実はですね、以前、えー、まあこれもね、まあたまたま厚生労働省の方なんですけれど、えー、まあある、まあちょっと情報内容はね、伏せておきますけれど、まあこうこうこういうことがあるんですというですね、 え、情報提供いただきました。まあ私、自分のね、身分は明かさないんですけれど、まあ、それでも、ね、ある省庁の方から、え、ファックスを送ってですね、私の事務所にいただいたということがあります。え、それもね、あの、コンビニのファックスからですね、私の事務所に、という形でですね、ま、いろいろとね、なんか資料も、 提供されてて、結構興味深かったなとは思っております。まあちょっとね、内容はここではもう、ね、もも当然伏せておきますけれど、ということで、はい。まあ、何が言いたいかというとうですね、まあ、こうこう、こういうことについて、まあ、議員の挨拶文、まあ多分ね、挨拶文以来のみならずですね、まあ他にも色々と、まああるんでしょうけれど、まあそういうことをですね、えー 前週、朝日新聞が、まあ、記事として出していたということをですね、まあ、紹介するとともに、はい、皆さんから情報提供お待ちしておりますということをですね、お伝えさせていただこうということで、はい、今回の動画を撮影させていただきました。まあ、これについてね、あの、いろいろな意見あるとは思いますので、まあ、もしよろしければ、皆さんのご意見を聞かせていただければと思います。まあ、あのね、あの、この記事については、ツイッター上でも、 いろいろと、まあ、やりとりといいますか、話題になったというのもありまして、えー、まあ私の方で選んだツイッター上でのね、えー、盛り上がったあツイート内容とかもですね、この件,件に関してのツイート内容とかね、あの、紹介リ、リンクを紹介させてもらおうと思いますので、まあ、そこそこもね、概要欄の方に見てもらえればと思います。はい、というわけで今回の動画はですね、以上になります。はい、えー、ぜひですね、あの、 厚労省に限らず、いろんな官庁、省庁の方の情報提供。まあ、正直ないとは思いますけれど、まあ、もしあれば嬉しいなということで、えー、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、今回の動画以上になります。えー、もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。えー、参議院、清水谷議員宿舎より NHK を ぶっ壊すはい、えー、どうも、ありがとうございました。